ってわかる。久しぶりの再会を喜ぶ振袖やスーツ姿の若者たち。石巻市の物尾地区では正月休みに合わせて毎年1月5日に成人式を行っています。式には20歳を迎えた51人が出席し、能登半島地震と東日本大震災の犠牲者に黙祷を捧げました。斉藤正美市長がグローバルな視点であらゆる問題に関心を持って行動するよう期待すると励ましました。この後、出席者の代表2人が誓いの言葉を述べました。地域社会の一員として東日本大震災からの復興、そしてさらなる発展のために活動し、他の模範となるよう努力します。卒業以来会った人とか結構多いんで、なんかこう昔のなんかこう気持ちとかなんか蘇る感じがします。グランドスタッフとして働くことが決まっているので、海外のお客様と日本をつなげるような、そんな存在になれるように頑張りたいです。今まで、お世話になった人たちに今度は自分が恩返しできるように頑張っていきたいです。成人年齢はおととし18歳に引き下げられましたが、今年県内で行われる成人式はいずれも20歳が対象で、合わせて2万3186人となっています。皆さんの表情がキラキラしてましたね、はい、久しぶりの再会も嬉しそうでした ね。新成人の皆さん、はい、おめでとうございます。ところで成人式の日程は遠隔地に住む人も参加しやすいよう、仙台市、大崎市、名取市など大半の市町村が3連休の中日のあさって7日に設定しています。また新型コロナの5類移行に伴い、式典の人数制限をなくしたりアトラクションを再開したりと、コロナ禍前の形式に戻す自治体が多いということです。